アークヒルズ、アークヒルズ、アークヒリスは、東京都港区赤坂一丁目と道六本木一丁目にまたがって位置する複合施設で、ある。赤坂アークヒルズとも呼称される。構想のオフィスビル、ホテル、集合住宅や、コンサートホール、構想局などから構成される複合施設として、1986年、昭和61年に完成した。開発、運営は、 森ビルによるもので、当時の民間による都市再開発事業としては最大級の規模だった。プロジェクトは1967年、昭和42年に始まっており、完成には計画開始から20年近い歳月を要している。再開発地の対象となった地域の中でも六本木一丁目は住宅密集地となっており、古くからの住宅街を潰しての再開発を図る。 森ビルに対しての反発は強く、用地買収は困難を極めたという。名称のアークは赤坂 A 赤坂と六本木 R 六本木のつなぎ目 K ノットに由来する。またアークヒルズは大規模都市再開発の先駆けとなったこともあり、開業した1986年昭和61年には新語流行語大賞の新語に ノミネートされている。所在地は、虎ノ門の高台の中原から谷底にかけての起伏に、飛んだ、傾斜地であり、六本木通りや、首都高速都心環状線、首都高速3号渋谷線などの幹線道路に、接している。また、開業当初からしばらくは最寄りに、鉄道駅がなかったが、1997年、平成9年に、営断地下鉄、当時ため池山の駅。 2000年、平成12年には、同、六本木一丁目駅がそれぞれ資金に開業した。37階建てのインテリジェントオフィス。建物中央で半分ずつ位置をせり出したようなデザインのため、遠方からはワールドトレードセンター二棟の隔たりを近づかせたツインタワーのように見えるが、実際は一棟である。は向かいに、 赤坂ツインタワーが立地しているため、ビル名と建物が混乱される場合もある。仮想会は商業施設、上層階はオフィステナントとなっている。春工時より数多くの外資系、貿易関係の企業、団体が入居している。開業当時は日本に進出した外資系金融機関の拠点として国際金融センターの顔が強かったが、2000年代に 他のビルへ転出したり、日本撤退などで、雰囲気は一変した。エアバス、A、T、カーニー、ソシエテジェネラル、フォルクスワーゲン、独立行政法人日本貿易振興機構、ジェトロ、イタリア銀行、ローランドベルガー、ロイヤルバンクオブカナダ、ワークスアプリケーションズ、西村朝日法律事務所、カネカ、アミューズキャピタルなど。 日本貿易振興機構は2005年、平成17年1月より入居した、テレビ朝日に代わる大口テナントであるため、専用の受付が別途設けられている。東京全日空ホテルとして1986年、昭和61年に開業。36階建てで、A を模した三角形状の建物である。2006年、平成18年にホテル運営を、 英国インターコンチネンタルホテルズグループと合弁化。アイハグ a n b 氏、2007年平成19年4月より現名称へ変更した。また、開業当初より全日本空輸市会社の全日空エンタプライゼスが所有する形で全日本空輸の自社物件の一つだったが2001年平成13年に新宅による不動産証券化で 住友信託銀行へ譲渡し、507億円の受益権を取得。2007年、平成19年に不動産自体をモルガンスタンレー系の城山プロパティーズへ売却した。同社が六本木ヒルズ移転後、グループ会社のテレビ朝日映像とテイクシステムズが本社を移転。旧社屋のスタジオ施設をリニューアルし、テレビ番組用の貸しスタジオ及び編集室として、 運用、その後、テレビ朝日の子会社化を経て、テレビ朝日の収録専用スタジオに戻り、事実上の本社別館として機能している。テレビ朝日の部署も一部残っており、壁面には3社のロゴが掲示されている。また、屋上には、テレビ朝日のお天気カメラも設置されている。テレビ朝日が、アーク森ビル、港区赤坂1丁目12番32号に、 本社機能を置いていた時代も、陶器場の本社住所は放送センターのある、六本木一丁目一番一号だった。アークヒルズ周辺の七つの庭の総称。一部を除き、日中は一般開放されている。1997年、平成9年には千人ガーデナーに、杉明美を迎え、アークガーデニングクラブを発足させ、都市緑化に参加できる。 コミュニティ活動を行っている。2005年、平成17年と2006年、平成18年には、社会、環境貢献力地評価システムエクセレントステージ3に認定された。活賃料30万円以上の高級賃貸レジデンスサービスアパートメントとして運営されている。都営バス、渋谷営業所のアークモレビル屋上のヘリポートから、 関連会社の森ビルシティアサービス運行はエクセル航空に委託が運営するヘリコプター路線に搭乗できたよう予約。成田国際空港近くの成田桜ヘリポートまでを約20分で結んでいたが2015年末でサービスを終了している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。